はい、ヒルビール放送局エミキャストのマコネーです。冒頭から失礼いたしました。あれ、なんでタンが絡んでるんだろう。はい、今日も元気にエミキャストやっていきたいと思うんですが、今週初めてなのでちょっと緊張してます、なんちゃって。そんなわけで、今日のお題を何にしようかなって考えていたんですが、今日はちょっとポイ活についてお話していきたいと思ってます。皆さん、ポイ活って知ってますよね？知らない人いるかもしれないので、ポイ活ってなんだかちょっと調べてみました。ポイ活って、ポイント活動の略なんですけども、ほら、古くはさ、お店で買い物した時にポイントがついたりとか、ポイントカードみたいなのあったじゃないですか。今はだいたいどこもね、スマホのアプリとかでポイント貯まるようになってたりとか、クレジットカードを、で、キャッシュカードで、買い物した時にポイントが貯まったりとか、どんな買い物してもいろんなところでいろんなポイントがつきますよね。そう、それをくるっとまとめてポイ活って言うんですけども、そう、皆さんなんかポイ活してます？まあ、してるしてない関係なしに、まあ、普通に生活してると、まあ、なんなり溜まっていきますよね。まあ、私の場合、アマゾンでの買い物が多いので、まあ、アマゾンのポイントは溜まっていきますけども、でもまあ、買い物するために毎回使ってるので、いつも、まあ、溜まっても100とか200とか、ぐらい。そう。あとは、近くのね、よく行くスーパーの魚六のポイント。そう、あれも、いくらだっけ？ 100 円で1ポイントとか200円で1ポイントだと思うんだけど、私はそんなにね、1ヶ月トータルして多分魚六で1万円使ってるかどうかぐらいだと思うんだけど、半年に1回ぐらい、レシートと一緒に500円の、割引券が出てきたりします。はい。まあ、それ、まあ、それもポイ活ですよね。あとは、魚六にある、魚六のとこにある、あれ？なんだっけ？ドラッグストア。ドラッグストアで、ちょっと買い物することもあって、まあ、それもちょこちょこ溜まってきますけど、まあ、私は、ポイントが2倍になる。2倍かな？ 5 倍だったかな？どっちか忘れちゃったけど、2倍だから5倍になる、日曜日と水曜日だけに買い物するようにしてます。はい。まあ、特にこだわりがあるわけでもないし、まあ、そんなに期待してるわけじゃないんだけど、なんか、溜まっていくのを見るのが楽しい。うん。で、溜まったところで、まあね、100円とかだし、まあね、ポイント還元セールじゃなくて、みたいな感じで、まとめてね、まとめてっていうか、このセール中にこれを買うと何百ポイントとかもらえますとかってもあるじゃないですか。そう、ドラッグストアとか。ああいうのはね、ああいうのは私はあんまり興味がないとしかあんまり利用しない。うん。だって欲しくないのをわざわざポイントのために買うのはなんかバカバカしい。ただ、たまたま、まあ、洗剤が必要で、たまたまそのポイントが貯まるってなったら、まあ、そういう時はね、ポイントが貯まる方を優先しますけども、まあ、なんか、そのポイントが欲しいばっかしに買い物とかは、まあ、ありません。うん。まあ、もちろんそうやって買い物するのもいいと思いますけどね。そう、まあ、もちろん個人の好き好きで。はい。まあ、そんなわけで、いろいろポイ活はありますけど、どうかな、まあ、積極的に、ほら、例えば、ポイ活専用アプリみたいのあるじゃないですか。そう、広告見るとポイントがもらえるとか。まあ、今だと、私の場合だとね、毎朝ウォーキング片道40分してるので、ウォーキングするとポイントがもらえるとか、まあそういうアプリたくさんありますよね。うん。まあそういうアプリとか皆さん使ったりするのかな？私はね、ちなみに3つだけ使ってます。みんなウォーキング系。だって、Google Fit っていう、まあ歩数とか、どれくらいね、歩数歩いたかとか、今私睡眠のデータも、Google Fit と連携してますね。まあいろんなヘルス系のデータを Google Fit に集約して、まあそれと連携させているいろんなアプリを、
もう私も使ってますけども、まあ、その中の、アプリで、Google フィットが記録した、歩数を、利用して、いくつかの、歩数ポイ活の、アプリに、まあ、飛ばして、まあ、それでポイントをゲットしてます。まあ、一つは、ビットコインが、暗号資産のね、ビットコインがもらえるタイプ。そう。それも、まあ、始めて2ヶ月ぐらいなんだけど、まあ、ようやく、日本円で100円ぐらいになったかな、みたいな。まあ、毎日ね、1万歩はいかないけど、まあ、1週間平均すると、5000から6000ポイントぐ、5000から6000、ん ?1 週間トータルすると、8、8、5、40、4万、5万歩ぐらいだね。1週間5万歩は、2ヶ月ぐらいやって、しかも広告見るとね、ポイントが何倍になるとかいうのがあって、まあ、それも細かく見ながらやってて、まあ、100円ですからね。現金化するのにはまだまあ遠い遠い先の話みたいな。そう。しかも私が自分で使ってる暗号資産のウォレットではダメで、専用のウォレットを作らなきゃいけないみたいな。あららららら、めんどくさいわねって感じだけど、歩くだけで溜まっていくんだったら、まあいいかぐらいな感じで、ビットコインのやつと、リップルって暗号通貨のやつを2つやってて、最近もう1つ、ポイント還元率が良さそうなものを、それこそ、ビットコインの広告を見てる中で、ビットコインのアプリの広告を見てる中で、これ面白そうだっていうのを発見して、ちょっと始めたのが1つ。まあ、それみんな歩く系のポイ活なので、まあ、歩いた分、ポイントがもらえる。そのポイントを1個もらえるときに、広告を見ると何倍かになるみたいな。まあ、そういう仕組みですわ。で、まあ、私の場合は、今ね、パソコンの前に立ってること、私の、パソコン机は立ち机なので、立ってることも多いので、まあ、立ちながら横にスマホを置いて、広告は音をミュートでね、音を消して、広告が終わったらバッテン、広告が終わったらバッテンみたいな感じで、まあ、見たような見てないような感じで、まあ、コツコツポイ活してます。まあ、それがね、楽しいからやってて、まあ、ちょっと前ね、100ドルもらえますみたいなのをやってたんだけど、100ドルもらえますって、もうちょっともらえるってところまで行ったと思ったら、またハードルが上がったりして、こりゃもう本当に100ドル渡すつもりはないなみたいなポイ活があったりとか、まあ、いろんなね、仕掛けがあって、本当にもらえるんだろうかっていうのもあるけど、広告を見て、ただただ広告を見て、ポイントをもらうやつは、まあ、ものすごく還元率が低いというか、そう、Amazon のさ、1000円のギフトをもらうのに、どんだけ広告見なきゃあかんのやって感じじゃないですか。まあ、そんな時間の無駄は知らないので、まあ、それだったら、まあ、歩くぐらいがちょうどいいかなと。あとはいつも大体同じところで、買い物するみたいな。そう、まあ、それくらいのことしかしてませんけども、私の知り合いの友達、まあ、知り合いというか友達には、まあ、ほんとね、カードケース、もう専用のポイ活用のカードケースが入ってますみたいなぐらい入ってて、スマホの中もポイ活用のアプリばっかり。そう、お財布の中もポイ活用のカードばっかり。で、それで入らなくて、またポイ活用のカードケースを持ってるみたい。いや、これみんな把握してるのってぐらいな感じだけども、まあ、一時ね、どこでもここでもポイントカード配ってたじゃないですか。まあ、そんな時からね、あって、まあ、T カードから始まりみたいな感じで、そう、7個もありの、まあ、いろんなポイ活カードもありますよね。まあ、うまく使って、それが楽しいと思ってれば、まあ、全然いいと思いますが、まあ、私はね、あんまりそこに夢中になるのは、夢中になればなるほど、
飽きちゃう方なので まあまあまあ今は適当に遊んでるっていうような感じですね。そう、まあそれでまあポイ活を私は私なりに歩き歩き歩きでやってるんですが、どうなんだろうね、例えば副業でポイ活っていうのが、まあこの間ちょっとね、チャット AI と話してる時に、その時ね、ポイ活って何って話を聞いたんだよね。そう、もちろん知ってたけど、チャット AI は何て答えるかなって興味あって、まあそうしたら、ポイ活っていう副業もあるんですよみたいなことを書いてきたから、ポイ活が副業になるほどポイントもらえるっていうのは、そりゃちょっとどうなのみたいなふうに思うわけよ。そう、まあ遊び程度にしかならないし、まあ、広告見るのはね、結局広告を見て広告の商品を買ってもらえたわけだから私もなんだかんだ言って、ポイ活しながら、まあ、広告結構見ますよ。見るというか、まあ、多分広告って Google のアカウントで連携してる者同士から情報交換されてて、私の関係するサービスとかから私が欲しがってる広告とかをセレクトして出してると思うんだけど、まあつまりなんか私のピンポイントに引っかかりそうな広告もやっぱ多いわけよ。そうすると、まあ買ってみようかなとか試してみたいなとかっていう誘惑はものすごくあるの。そう、特にまあね、あんだけさ今日のアウトプットで簡単に痩せる方法ありませんよとそう、ゆっくり痩せなきゃダメですよって言い張ってるのに、でも私はやっぱり1週間で何キロ痩せたとか、1ヶ月で何キロ落ちましたとか、痩せすぎ注意とかっていう広告を見ると胸がドキドキするよ試してみたくなるの。そう、でもそこでまあね、まあ、多分いい商品かもしれないし、本当に落ちるかもしれないけども、まあそうやって落とすのではなく、16時間断食でゆっくり落としていこうって決めてるから、まあまあそこのね、誘惑には乗らないように気をつけてはいるけど、まあね、まあ16時間断食やってなくて、私の体重が本当もう60キロぐらいの本当平均体重で、まあ、平均体重まで落ちると16時間ダイエットじゃなかなか落ちないって聞くから、まあ、そうなった時にさらに落とすために使ってみるとか、それをレビューしてみるっていうのはちょっと興味あるけど、まあ、今現在はね、まあ、16時間断食で落としていくっていうことを決めてるので、まあ、そういうのには引っかからないようにしてます。ただね、本当広告もコロコロ本当にトレンドがあって、私のポイ活、ウォーキング系のポイ活の中にはね、最近はものすごくスタイリッシュに変化したウィッシュの、そう、海外のね、売れ残った商品を売りつける悪徳商法的なそう、ネットショップですけども、まあ私はね、ウィッシュ結構ね、お気に入りなのよそう、まあハズレもあるよ、正直ハズレもあるし、ウィッシュで買ったハードディスク8テラって書いてあって、8テラが4000円とか5000円だったかな、5000円と思って、まあ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 買ってみようって買ってみたの、5000円だったから。で、そうだって8テラのさ SSD なんか売ってて買ったとしたらさ、多分3万4万ぐらいするよね、今でもきっと。うん、ちょっとよく見てないけど、でもそれが4000円5000円で手に入るんだって夢を追いかけるような感じで買ってみたんだけど、実際は40ギガしかなくて、それしか認識しなくて、まあバラしてはないんだけど、まあバラすと多分いくつかのストレージ、要はまあミニ SD カードみたいのがくっついてて、まあそれをまとめて8テラにしてんじゃねえかななんて思うんだけど、まあそれがうまく機能してなくて8テラって認識されないのかななんて思ってます。うん、まあそういうね、怪しい系のものがウィッシュにはいっぱいあって、まあそのね、当たり外れがあるからこそ当たった時は嬉しいみたいなまあね、最近ウィッシュで買ったので大失敗したなと思ったのは、スマホのジャックピンっていうのかな、マイクピンがあるじゃないですか、アコに挿すマイクを買ったんだけど、
私毎朝歩きながら、訳ありダイエットウォークを収録してるけど、その時に少しでも音が良くなればと思って買ってみたの。600円ぐらいだったかな。600円プラス送料300円とかじゃなかったかな。そう。でもね、そのマイクを使っても使わなくても音質は変わらない。むしろ使わない方が音質が良かったの。で、もうとか思ってたんだけど、気がついたらなくなっちゃった。どこ行ったんだろう。そう、土手を歩きながら散歩してるときに気がついたらなくなってたんだよね。で、辺りを探したんだけど、折ってる様子もないし、使ったところで音質が変わるような感じもしなかったから、まあ、いっかって諦めちゃったんだけど、もしかしたらね、そういうのって、私なんかどっかのポケットからひょっと出てきたりすることが多いから、もしかしてまたいずれ出てくるかもしれないけど、今はね、ちょっと、それがね、ここ最近で一番残念だったかな。いや、まだあったな。3日ぐらい前に、新しい服が届いたっていうのを、ショートムービーの中でも話したけど、あれもね、ウィッシュで、以前買った時から、1ヶ月、2ヶ月ぐらい、1ヶ月ぐらい経ったのかな。そうしたら、送料無料キャンペーンみたいな感じで来て、いくつ商品買っても送料今回無料ですっての来たからさ、まあ、とりあえず、体もちょっと絞られてきたから、ちょっとね、もう太ってる時ってさ、もう本当、裸じゃなければいいぐらい、本当もう、ボロボロの服を着てたのよ、正直ね。もう、自信がないというか、生きる気力がないっていう感じだから、まあ、そういう服を、そろそろ、さらばして、ちょっとおしゃれも楽しもうかなと思って、ウィッシュで、まあね、ちょっとセール中の、特別セール中みたいなのを、まあ3つ4つ頼んでみたんだけど。ほんとね、日本で買った日本製の商品の良さを思い知るっていう感じ。そう。こんなペラペラでさ、ほんと、なんだろう、写真写りはすごいいいんだよ。そう、ショッピングサイトの。でも実際に見ると、うーわ、超残念、みたいな。多分現地、売ってるところで、直に見たら買わないよねっていうぐらいのペラペラの生地で、超ペラペラの、プリントだったりして。そう。まあ、それがね、200円、300円だから、まあ、いいかな、なんて思って、まあ、いますけど、まあ、ウィッシュはウィッシュでも本当当たり外れがあるんですが、まあ、それがまたね、面白いとこなので、また多分、買うことでしょう。そう。まあ、ウィッシュとかアマゾンがない頃は、私はよく洋服は、日線で買ってました。日線のセールの時にちょっとまとめて買ったりしてたんだけど、まあ、今となればね、日線すら高いものに感じてしまう。まあ、昔の日線はもっと安かった気はするんだけど、そう、ちょっと高くなったかななんていう印象はあります。そう。たださ、日線はさ、なんだろう、無難なものが多いよね。だから、冒険心豊富な私には、ちょっとね、無難すぎるのかなと。で、ウィッシュは、冒険心ありすぎて、ちょっと私すら躊躇するぐらいのものが多い。まあ、それでもね、まあ、それはそれで楽しいから。で、まあ、私はね、楽天ではあまり買えません。楽天が嫌いなわけじゃないんだけど、楽天のインターフェースが使いづらくて、私はね、ちょっと苦手なんだよね。そう、まあ、アマゾンの方が慣れてるところは慣れてるけど。アマゾンも決して安いものばっかじゃないじゃない？まあ、今はね、安いものもばっかじゃなくて、レビューを見てもさ、これ絶対業者レビューでしょうみたいな感じのレビューもいっぱいあるし、まあ、私は、パソコン上で買い物するんですけども、まあ、その時に、欲しい商品の過去の値動きを、チェックしたりとか、レビューがどういうレビューかっていうのをチェックしたりするようなね、ちょっと Google Chrome に入れる拡張プログラムみたいなのがあって、まあ、それでね、その商品が本当買ってがいいのかどうか確認し、で、買うようにしています。って言おうと思うというか。まあ、でもまあ、過去には酔っ払ってポチしちゃって、まあ、失敗したことも多々ありますね。今使ってる中華スマホは、1万円ぐらいだったんだけど、
もう本当聞いたこともないような中国のメーカーで、本当にね、こんなダメなスマホを売っていいのか、しかも1万円で売っていいのかっていうようなぐらい、まあ、ダメダメスマホでですね。まあ、ここで使ってる写真もそのダメダメスマホで撮ってるので、まあ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 、使えないことはないんですけど、うん、あ、本当に勢いで、特にセールとかの、あと1時間ぐらいでセール終わりますとか、そういう時に動揺して買っちゃダメね。大体そういうものは失敗してる。うん。黙って100均で買っとけばよかったみたいな靴下もあるしさ。そう。まあそんな感じで、ネットショッピングも、そこそこ楽しんでます。そう。ただね、私ね、普通にお店で服を買うのが苦手なのよ。それはね、小さい頃からそう。うん。なんだろう。ほんと、超美形なマネキンさんが着て、服を着てても、なんか自分とはイメージがつかないの。だからって、試着で何着も試着するのもなんかめんどくさいし、だからね、私はネットショップとかで、見て、イメージして、まあ、これ着てみたいなって、私似合うかどうかじゃないの。私の服を選ぶ基準は、私似合うかどうかじゃなくて、着てみたいかどうかなの。うん。そう。だから、着てみて、あっちゃ似合わねえっていうのも結構ある。でも、ま、気にしないで、服着るもんがね、全部洗っちゃって着るもんがなかったら、ま、それは仕方なく着るような感じなんだけど、まあ、ね、あんまり服をたくさん持ってるわけじゃないから、まあ、気に入るともうボロボロになるまで着て、まあ、仕方ないから捨てるみたいな感じで、あとは洋服をもらう。そう、買う以外には洋服をもらうってことも多いんですよ。まあ、だからまあ、自分の好みとは違う服でも、自分に合うかどうかはよく分かんなくても、とりあえずチャレンジしてみるっていうのが、私のファッション。そう。だからね、ほんと、これいつ着ればいいのみたいな服もあるよ。まあ、それでも、2シーズンぐらい着なかったら、私はもう、捨てちゃう。うん。捨てちゃうっていうか、洋服って、頼むとさ、無料で引き取ってくれるところがあるのね。まあ、海外にそのまま送ったりするんだけども、まあ、そこに、まとめて出してしまう。うん。私は、メルカリとか、そう、ヤフオクとか、ああいう、オークションとかに出店するのは、本当に、本当に、本当にめんどくさくて、嫌なのね。そうそう。メルカリで買い物するのも、なんかわざわざ出店者とやり取りするのもめんどくさくて、そう。まあ、私はね、本当、メルカリも、昔はね、ヤフオクで、まあ、パソコンとかカメラ結構買ったけど、今はね、ヤフオクで、まあ、セリにせってさ、10万円の、ね、定価で10万円のカメラをさ、5万円で買ったとか、まあ、そういうこともあるんだけど、まあ、最近はね、ヤフオクでも、なんか、ヤフオクで買うんだったら、もっと違う方法で安いのを探すみたいな感じでやってます。そう。だから、まあ、ヤフオクとか、メルカリとか、まあ、フリマもそうだけど、ああいう B2B?B2B? そうかな ?B2B かな ?B2B だよね多分。そう。いや、忘れちゃった。まあいいや。消費者同士をつなぐ、ビジネスモデルの、取引形態のネットショップはちょっと苦手。そう。まあそんな感じで、私はポイ活というよりもネットショップの話になってしまったんですけど、まあ服とか、まあ食べ物もそうですね。特に重たいもの、私だとここだと炭酸飲料とか豆乳、トマトジュースなんかはまあ箱買いなんですけど、まあそういう重たいものはすっごくヤマトのね、うんちゃんにいつもなんか悪いなって心の中で思ってるけど、全部アマゾンで買ってます。はい。重たいものは、外で買わない。持ってきてもらう。そう。で、いつも私の住んでるとこは9階でエレベーターもあるんだけど、まあ、ヤマトのうんちゃんがね、わざわざ9階まで持ってきてくれていないときは申し訳ないので、ヤマトのうんちゃんに、まあ、今はね、玄関先に置いといてください設定とかさ、ヤマトのアプリからできるので、玄関先に置いてもらうようにしてます。うん。で、まあ、ヤマト運輸は、
そういうすごいさ、いなきゃいないなりの対応をするような選択ができるようなアプリを採用してんだけど、まあ、佐川さんはね、そういうのないよね。昔ながらっていう感じの、創業者よね。そう、大手なのに。あと、どうだろう。今、アマゾンの直輸送みたいなお兄さんたちいるじゃん。あのお兄さんたちも、まあ、本当、本人いなければ持って帰るのかなみたいな感じのやつだよね。まあ、ポッドキャストを聞いてる人の中で、うちに配達するっていうお兄さんは絶対いないと思うんだけど、もしいたらね、うちはいてもいなくても玄関に置いていってもらえば結構です。まあ、9階まで上がってきて知らない人がうろうろしてってことはまずないと思うんですよね。まあ、あっても、万が一盗まれたところで私が死ぬわけじゃないので、大丈夫です。置いていってください。まあ、そんなわけで今日は、ポイ活の話をしてきたんですが、まあ、ポイ活からなんかネットショップの話になり、今は市議会議員選挙の選挙区がまたぐるぐる回ってきて、うるさい日々が続くっていう感じですけども、まあね、まあ、議員になりたい人は積極的に議員になってもらって、応援した人は応援してもらって、私みたいに、選挙にはもう関わりたくないなと思ってる人はおとなしくしてます。 いや、選挙に関わった方がいいはいいよ、いいはいいけど、私はまあちょっといろんなことありすぎてね、もうちょっと選挙はまあこっそり不在者投票行くぐらいなもんです。まあ、選挙事務所とかにも近寄らないように。で、まあ、選挙期間中はなんか選挙に関わりそう思ってそうな人にばったり会わないように生きてます。 何があったかってお話はちょっとね、もしかしたら一回訳ありの方で話したことあるような気もするので、まあ全部ひっくり返して聞いていただければ、どっかで私がなんか今もう選挙かかりたくないっていう気持ちもちょっと分かっていただけるんじゃないかななんてちょっと思ってます。まあ、そんなわけでお時間もね、もうよっと30分になろうとしてるんですが、まあね、明日以降何を喋ろうかなって全然ノープランなんですよ。で、まあ、今ちょっとお話しながらまた明日何話そうかななんても考えてるんですけども、そう、今ね、たまたま目が合ったぬいぐるみがいまして、まあね、ほんとね、明日こそ忘れずに写真載っけようかな。ほんとね、ブサイクなんです。この子。ほんとね、ブサイクなんです。この子。途中でね、ちょっとアクシデントがありまして、収録が止まっちゃったんですけども、再開します。このままやめてもいいかなーなんて思っちゃったんだけどね、最後バイバイ言ってないので、なんとなく気になっちゃって、再開。まあね、このブッチャイクな、多分ワンちゃんだと思うんだけど、ワンちゃんだと思わないとワンちゃんに見えない。豚ちゃんにもクマちゃんにも見える、この本当手のひらサイズ、私の大きな手のひらに乗るようなサイズなんだけど、もうこの子ね、実は2年前かな、私がね、今毎朝行ってるお風呂の仕事を始めた頃に、ちょっとね、土手が草ぼうぼうで、ものすごい真っ青な空の日で、草ぼうぼうの脇の路肩にこの子ね座ってたのよ、ちょこんと。で、私はね、誰かが落としていったものを誰かが拾って、まあその脇に置いといたのかなと思ったので、まあ翌日になっても翌々日になっても3日間ぐらい経っても誰も取り来ないから、これはもうこの子はもう捨てられたっちゃかわいそうだけども、なんかもう諦められちゃったんだなと思って、まあその子を連れて帰ってきたのよ。連れて帰ってきたんだけどね、まあこの子ね、本当正面から見るとね、まあ顔のね、真ん中だけ見てると、見てると可愛いんだけど、ちょっとね、全体像を見るとなんか残念な 感じのブチャイクなのよ。そう、ブチャイクなんだけど、まあね、まあでもなんかそれからずっと私の部屋にあるんです。そう、まあね、ぬいぐるみの思い出なんかも私も結構いっぱいあって、まあそんな話をちょっと明日
し合ってみたいかな、やってみようかななんて思ってます。まあ皆さんもね、普段まあ大人になってもね、まあ日本人には割合と大人になってもぬいぐるみ好きとか身近に置いてる人も多いと思うんですよ。そう、まあそういうぬいぐるみの話とか、なんか思い出深い話があったら、ぜひコメント欄に残しておいてください。明日ちょっと取り上げたいと思ってます。そんなわけでですね、ヒルビル放送局 M キャスト。今日は、恋活の話から始まり、なぜか、ネット通販の話になり、さらに私のファッションの話になり、最後はぬいぐるみに落ち着くと。いつもながら、まあ、あっちこっちに飛んじゃって、聞いてる人はもう混乱したような話になりましたが、今日もここまでとなります。また明日、皆さん、今日一日、まだまだね、時間はまだまだお昼になったばっかりですけども、どのタイミングで皆さんがこれを聞くかはわかりません。はい、今日も一日、皆さんが素晴らしい一日でありますように、私はこの後お風呂に入ってすぐ寝ます。もう眠い。今日は本当に眠い。そんなわけでまた明日。バイバイ。まこねえでした。